徳川四奉行は、海の国を徳川氏が領有した後に侵入した旧武田氏家臣で、関東違法までの間、海の奉行補佐を行った四名の奉行のことである。天正十年三月、小田、徳川連合軍の海進行に伴い武田氏は、滅亡する。同年六月の本能寺の変を経て、海、信濃の武田医療をめぐる天正人後の乱が発生し、海は、 三河国の徳川家康が領有する。天正神後の乱の過程で、武大臣の一部は家康に侵入し、成瀬正一の庇護を受け徳川氏に仕えた。徳川四部行は、成瀬正一、草壁貞吉の領職の補佐にあたり、初期には、佐江草虎吉、石原正明、市川元松、工藤犠牲が任じられた。佐江草虎吉は、 天正10年12月13日から天正11年2月24日まで、連書上に所犯しており、同年5月14日に死去している。虎吉の公認は、天正11年10月より、桜井信忠が務める。なお、関西重修書家府によれば、信忠は、娘が石原正明の皇室となっている。その後、は、豊臣政権にし、 天正18年に家康は関東へ移法され、武大臣も家康に随行する。貝野国は、橋場秀勝、加藤光康、浅野長政、吉永親子の豊臣系大名が支配し、この間に甲府城が築城されている。慶長5年の関ヶ原の戦いを経て、貝野国は再び徳川氏が領する。この間、徳川四奉行は、 文禄二年には市川元松が死去し、工藤規制は、没年不詳であるが、慶長年間に死去したと考えられている。そのため、四部行の後任には、慶長六年から小田切茂富、後部正忠が任じられている。慶長十二年八月には、小田切茂夫、桜井信忠が、平井は近い吉より、交付を受け取りを命じられている。官営書家系図伝によれば、 同年には、石原正明が死去している。慶長16年には、桜井信忠、小田切茂富が死去している。四部行の故障は、高野山聖傾院、飼いの国供養庁において、慶長12年11月12日に死去した、後部正中の追善供養の記載に使われており、慶長期には、四部行の故障が定着していたことが確認される。丸島2015 p329 サエグさトラマサ。abcd 丸島二千2015ピアニッシモ338から339桜井の豚だ。ab 丸島二千2015 p196 小田切重富。丸島二千2015 p81 石原正明。あき。丸島和弘、資料紹介高野山生経院カイノコクク町から講習合敗期待。 武田市研究第47号2013年32ページ。ありがとうございます。